左から EN、ジョージ・キャリー、EN、ジョナサン・サクス、EN、ジム・ウォレス2009年ラボス会議での様子、ウラジーミル・プーチン大統領と会見する、ロシア連邦の三宗教の代表者たち。左から、ダンバー・ユシェーフ、タルガト・タジュディン、アレクシーセ世聖職者とは、宗教上の聖職についている人、人々を導き、教える役割を果たしている人のことである。 退院義語は、平神と。聖職という言葉には、神聖な職という意味があり、聖職者というのは、何らかの宗教において、人々に教えを説き、人々を導く役割を果たしている人のことを指している。大抵の場合、各宗教ごとに、特定の名で呼ばれている。信仰心が厚いだけでは、聖職者とは呼ばれない。信仰が厚いだけならば、信者と呼ばれる。 これに対し、各宗教で定められている規範に則り、その宗教を深く信仰することを制約し、その宗教を信仰する上で大切な知識を、学び作法を習得するという過程を終了して、各宗教団体内で認められ、一定の役割及び故障を与えられて、初めて聖職者と呼ばれるようになる。例外的に、宗教団体から指導的役割や地位を、 与えられていないものや波紋を受けたものの場合であっても、多くの人々からの尊敬を集め、教えを説き、人々を導く役割を担っている人であれば、聖職者と呼ぶ場合もある。キリスト教では、聖職者と呼ぶ、範囲、対象について、教派ごとに、違いがある。聖教会では、新品が聖職者と位置づけられる。新品以外の教習は、教約者には含まれるが、 聖職者には含まれない。カトリック教会では、主教、司祭、女祭が聖職者であるとされる。カトリック教会では、聖職者と教約者はほぼ同義となっている。正公会では、主教、司祭、執事が聖職者でありかつ、教約者とされる。伝道使徒は、教約者には含まれるが、聖職者には含まれない。正公会においては、 各教会の管理責任者は、牧師の役職として位置づけられる。プロテスタントでは、万人祭司の教理から、牧師を聖職者とは呼ばず、教役者もしくは、教職者と呼ぶ。教会での説教など、職務の内容や性格は、他から見て、カトリックの司祭などと同様に見える部分は、あるため、一般的な日本語においては、牧師も聖職者と呼ばれるが、 牧師が聖職者でないというのは、プロテスタントの教義においては重要な点である。イスラームにおいて、聖職者にあたるのは、ウラマー、ムッダーと呼ばれる人々である。キリスト教やユダヤ教や、イスラームなどのアブラハムの宗教系の一心教においては、聖職者とは、神と人間の間を取り持つという意味があり、考えようによっては、一般の人より神に近い、 つまりより神聖であると考えられうる。イスラームの建前としては、神と人との間に仲介役を入れる、あるいは神徒間に階級差を設けることを嫌う傾向があり、ウラマーは聖職者ではない、とか、イスラームには聖職者はいない、と主張される。日本語の聖職者は、アブラハムの宗教系一神教独特の事情とは関係ない概念であるが、一部のイスラーム教徒が、 このような主張をするので意味が通じず誤解が起こっている。ダライラマ14世。仏教には、そうという概念があるが、聖職者というとき、仏教の構想なども指していることがある。学校教師はただ教科を教えるだけでなく、人間としての生き方を教えることを期待されるので、しばしば、聖職者と形容されるが、これは、本来的な用法ではない。ありがとうございます。